夜空に映える花火の描き方。まず背景の夜空を描きます。中心の点を取って花火の線を描きます。カーブさせながら外に行くほど長くしていきます。また中心から放射線状になるように描いていきます。シルエットは丸くなるように描いてください。線が描けたら色を入れたいのですが、一旦白色でなぞります。色の発色を良くするためです。ガッシュで描く方はやらなくてもいいと思います。次に花火の色を描きます。花火の色は鮮やかな色で描くと見栄えが良くなります。そして花火のハイライトを描いていきます。黄色の線の真ん中に一本の白い線を描くようなイメージで描きます。黄色の線を消さないように描くのがコツです。はい、花火ができました。アレンジもいろいろできます。形をデザインしてみたり、花火を二重にして色も変えてみたり、花火の線を短めにしたり、水面から打ち上がる花火も描けます。小さいものも可愛いですね。いろいろアレンジしながらあなたの花火を描いてみてください。